中年オタッキーです。先日のね公開の動画でジャンクカメラ、5台セットですかの動画も出しましたけどね、そのジャンクカメラが到着する前日にですね、いつもね行ってる、骨董品屋さんね、ご苦労や面白館っていう骨董品屋さんなんですけど、そちらでねカメラをちょっとね、4台ほどね、レトロなやつ買ってきました。で今回はねどんなカメラを買ってきたのかっていうね紹介動画になってまいります。それでは動画スタート。はい、今回購入してきたカメラはね相当古いものばかりでして、まあこれはねそのこれ初代キャノネット、まあ持ってることは持ってるんですけど、中期型と後期型を持ってるんですね。でこれはね最初期型になります。ファインダーを除くとね中期型後期型はね絞り器の針があるんですけど、これはもうね露出アンダーとオーバーの表示しかないやつです。これが一番古いものと思われます。でこれとねこれねオリンパスの 35S っていうカメラになりますね。E 随行のね、4.5センチ 45mm の F2.8 のレンズがついているモデルですね。レンジファインダーカメラ、相当古いカメラになりますね。それとねこれ名前は何だったか忘れちゃった、ちょっと変わったやつ、かなりこれも古いマミヤですね。マミヤのレンジファインダー 35mm のレンジファインダーカメラですね。それと形式はちょっとわかんないんですけども、ビューティーフレックス、二眼レフカメラになりますね。これちょっと順応ってねどんなカメラかどんな状態だったかっていうのをちょっと説明していこうと思いますが、まずはねオリンパス 35S からいきましょうか。このオリンパス 35S はねシャッターは切れておりましたが、もうレンジファインダーがめちゃくちゃだったんですね。とにかくもうあさっての方向、あさっての距離っていうか、でパララックス自動補正もついてるんですけども、距離が合ってないんで役に立たないんですよ。で分解してね調整しようとしたんですけど無理ですよね。もう構造が複雑すぎて、で結局ねもうパララックス補正もねもうついてないんで意味がないんで外しまして、で距離計もねもう動かない状態にしてあります。つまり、目測カメラになっちゃってますね。でも使えないことはないんですけどもね。であとスローシャッターが粘ってるんですけど、あ動いてるな、今動いてるな、うん動いてるや、油が回ってくれたかな。まあこれはね、そのまま、目測カメラとしてね使っていこうと思います。ちょっと完全修理できなかったのは残念ですけど、まあ動かないよりはマシですね。で、結構重症だったのがこのマミヤですね。これね今動いてますけどヘリコイドがもう完全に固着して動かなくなってました。でどうやったかっていうとねパーツクリーナーをほんの少量だけ、少量だけ垂らして、半日ぐらい放置した後に、プライヤーでグイッと回したら動くようになりました。もうそれでもちょっと重たいんですけどね、もうグリスが粘ってるんでしょうね。本当は分解しな、完全分解しなきゃいけないんですけど、たどり着けませんでした。これね、ライトバリュー式のね、シャッタースピード絞り調整になってまして、ちょっとたどり着けなかったんですね、分解しようにもね。多分ね、レンズボードをね、全部外さなきゃいけない手のカメラになると思います。でね、調子なんですけどもね、それでもダメなんですね。今一つでした。一応ね、シャッターは切れたり切れなかったりするんですね、これね。よっ。よいしょ。あ、今切れないね。やっぱ切れないね。こいつはね、低速に合わせとね、切れたり切れなかったりするんですけど、うん、こいつはもう完全なジャンクですね。マミヤを起こすのは難しいですね。ものすごく難しい。分解がとにかく難しくて、レンズボードから回っていかなきゃいけない。そうするともう上も全部外さなきゃいけないんでね、ちょっと時間がかかるんで、今回はこれ割愛させていただきます。で、このキャノネッ
ット初代、最初期型キャノネット、ISO が200までしか設定できなくて、ファインダー表示がアンダーオーバーしかないっていうモデルなんですけどね、こいつはね、レンズにカビもなくてね、バルサム切れもなくて、で、軍艦部を外してセレンメーターをね、見たらセレンが生きてるんですよ。セレンが生きてるんで、なんとかして復活させたいと思って。で、シャッターは粘って全く動かなくなってました。で、これね、レンズ側からシャッター膜にアクセスできるんで、レンズをとりあえず外したんですけど、レンズを外したらね、もうセレン光電池の配線がプチーンって切れちゃって、もう劣化してたんでしょうね。で、まあ、レンズの方にね、少量のね、アルコールを垂らしながらずっとね、綿棒で優しく拭いてると、シャッターは復活したんですよ。シャッターは復活したんですけど、セレンがね、復活しなくて、結構苦労しましたけど、どうにかこうにか一回入れました。ただね、アンダーオーバーの矢印がね、動かなくなってます。これだけが難点ですけども、まあ、どの道ね、露出系の数値は変わらないんで、わからないんで、ね、もうどうでもいいやと思ってね、暗いところはね、シャッター切れなくなるんで、まあ、これはこれでいいのかなと、このまま使います。で、一番注目してるのがこれですね、ビューティーフレックス。なぜ注目してるのかっていうと、レンズです。これね、ビューレンズがね、トリルーザー、80mm f3.5 で、テイクレンズがね、ビオコールかな、80mm f3.5、この名前を聞いただけでも分かる人はいるかもしれませんけど、これ富岡の製造なんですね。おそらくなんですけどね、おそらく富岡のレンズ、富岡光学、以前からねよく紹介してますけど、もうレンズのね性能抜群のメーカーです。で製造されている、テイクレンズ、ビューレンズともに富岡製ということで可能性が高いということで、これちょっと非常に注目してます。ただね、シャッター膜はおかしかったし、レンズもすごく汚かったし、ファインダーもひどい状態でした。でね、一応ね、ファインダーはネジ1本なかなか緩まなかったけど、ネジ4本を外してまして、でもミラーもね、曇ってる状態でね、一応清掃したんですけど、ミラーの反射率落ちててね、ピント合わせは結構難しくなると、ルーペを使っても結構ね、しんどくなりますけど、まあ、できないことはないっていうレベルですかね。で、ビューレンズはもういじってません。ビューレンズは見えりゃいいんで。で、テイクレンズは、一応ね、前からも後ろからもアクセスして全て分解しました。このレンズ3枚玉ですね。で、前のレンズはね、ここに3箇所ね、ネジがあるので、それで表を外して、この、シャッタースピードとか絞り表示してるやつも同時に外れるんですけど、そしたらレンズのね、表が見えてくるんで、それをね、ぐるぐるぐるっとゴム付きの手袋でね、ギュッギュッと回して、そうすると前の1枚が取れます。それで清掃しまして、で、裏側は、よいしょっと。この奥にね、レンズ見えてますけど、この中にね、カニ目レンチを突っ込んで、緩めて外して、清掃してます。清掃しましたけどね、完全に綺麗にはなりませんでした。ただ、可もなく不可もなくというレベルまで綺麗になってますんでね、これでね、写真を撮っていこうと思います。まあ、つまりね、完全な状態になったのは、これだけ。このキャノネット、初代キャノネットの最初期型ですね。で、まあまあの状態になったのがこれ。で、まあとりあえず撮れるかなっていうのがこれ。で、どうしようもないのがこれ。4台のうち3台がまあ成功でした。値段はね、結構しました。まあこれに値打ちがあるんでね、この富岡のレンズで。ビューティーフレックスの値打ちがあるんで、4台合計でね、5,390円。本当はね、6,000円って言われたんですよ。そこをね、5,500円まで値切ってね、値切ったんですけど、まあ5,500円出そうと思ったら、1万円札しかなくて、で、お釣りがないって言うんで、じゃあ、小さいのでって頑張って探したらね、5,000円札が5枚と、小銭が390円あったんで、もういいわ、5,390円でいいわということで、この値段での購入になりましたけど、まあ、別々でオークションで購入するよりは、もう断然安いんですけどね、送料がないんでね、
あの会社のすぐ近くにね、あのご苦労や面白感っていうね、骨董品屋さんがあるんですけど、まあ僕のためにねカメラを仕入れてくれるのに近いんでね、まあ基本的には買うんですけどね、最近はねなんかいろんな人がカメラ買いに来て全然在庫がない時もありますけどね、こういうねその骨董品屋さんなんで、どっちかっていうとものすごく古いカメラに強い、ですね、これもね多分昭和30年前後、これはね昭和36年9月11日の刻印が入ってました。この2つはもう分かんないですけど、多分これもね昭和30年ぐらいのカメラだと思うんですよね。もう僕が生まれてないのは60年以上前とかいう、カメラが主になってますね。結構ね面白いお店でね、あの頻繁に行ってますけど、まあ今回ちょっと2ヶ月ぶりぐらい、なかなか時間がなくて2ヶ月ぶりぐらいにはなったんですけどね、もう最高に嬉しいのがやっぱこの富岡のレンズの二眼レフが入ったので、もうこれは多分ね、まあ3枚玉なんで微妙といえば微妙ですけど、ひょっとしたらローラーに匹敵するようなレンズなのかもしれませんね。はい、今日の動画こんな感じですね。ここからはね視聴者様の作品紹介になっております。はい、作品投稿のコーナーになります。今日は、トップバッター、サムライジャパンさんから、2枚ですね。1枚目がね、港湾整備、交代の時間です。コニシロクパール3、富士 160NS、富士プロ 160NS 仕様。2枚目が、境界線、キャノンデミ EE17。富士カラー100を使用しております。で1枚目非常に面白い作品になっています。あのこれ守衛さんがねよく歩いてね交代するっていうねポーズを取る、あれにちょっと似てることを鳥がやってるってやつですね。よくこれなのに、見つけましたね。これ運だけですよね。で2枚目はねこれ境界線ってことなんですけど、50-50 でね空と海をね撮っております。でこれキャノンのね、デミ E17 ということなんですけど、綺麗に映ってますね。まあ、ハーフなんで、その解像度はまあそれなりなんですけどもね、僕はデミで撮ってもあんま綺麗、カラー綺麗に撮れないんですよね。不思議です。なんかちょっと違う、撮り方が違うのかな。サムライジャパンさん、ありがとうございます。次はね、ミッシェルさんの、3枚組の写真で、タイトルが石油王の秋。富士フィルム X プロ3、XF35mmF1.4、越後の石油王、中野亭の紅葉です。フィルム現像待ちなのでデジタルっていうことですね。これ以前もね、確か、モノクロだったか、カラーだったかな、紹介、作品投稿されたのと同じ場所になるんでしょうけど、これいい写真になってます。3枚ともね、特に2枚目のね、ベンチにね、紅葉が乗っかってる光がたっぷりある写真、好みはこれですかね。ミシェルさん、ありがとうございます。次は、一都市九さんから2枚。1枚目は、希望の鐘。2枚目が、氷ということで、データはどちらも同じかな。カメラニコン F80S。AFS50mmF1.8G。ロモグラフィーメトロポリス東京っていうね、フィルムで撮影しております。で、写真なんですけど、1枚目はこれ、曇っているのかな？希望の鐘っていうね、これモニュメントを写されたものですね。で、2枚目はね、かき氷屋さん、これ、商店の氷、氷っていうのをね、9月22日撮影ということで、まだまだ暑いんで氷売られてたんですけど、これメトロポリス東京のね、色をね、表現するにいいのは、2枚目になりますかね。結構、照明とか光とかそういうのをね、印象的に撮れるフィルムらしいので、その味は出てるんだと思いますけど、もうちょっと色が欲しかったかなーって感じですね。赤とか黄色とか青とかの照明だったらもっと良かったのかもしれないですね。はい、一都市九さんありがとうございます。次はね、ケイジローさんの作品で、タイトルがね、日が昇り出してということですね。カメラニコン F、レンズがニコール HO と、85mmF1.8、フィルムがね、コダックエクター100というね、なかなかリッチな組み合わせで撮られておりますね。画像の比率を変えて余白を作りましたが、いかがでしたか。まずね、エクタの色が半端じゃなくいいですね。まあ、レンズの能力もあるんでしょうけど、これオールレンズで撮られてるんで、
エクターといえばね、エクタブルーってよく言われますけどね、UK もこんなに綺麗な色が出るんですね。ちょっと使ってみたくなりましたけど、フィルム代がね、1本2000円ぐらいするね、非常に高額なフィルムになります。使うのにはちょっと勇気がいりますよね。はい、ケイジローさんありがとうございます。最後は、ムートンさんの作品で2枚ですね。最近中盤カメラを購入しましたので、早速撮影に行ってきましたということですね。ヤシカマット 124G、レンズヤシノ 80mm3.5、コイル、フィルムはコダック 400TX、トライ X ですね。タイトルは秋の日差し、で、2枚組になりますね。で、ヤシノのレンズはそれほどシャープでなくて柔らかい調子と、描写だなと思いましたということですね。1枚目、2枚目そうなんですけど、2枚目のね、その光が強いところ、これね、ヤシノはだいたいこうなるんですけどね、フレアが結構強いんですけど、それがエモい感じですね。その現代のレンズではこういう写真って撮れない。それを狙うのにやっぱいい感じですね。太陽直接入ったりするとね、もうとんでもないことになるでしょうけど、これはなかなかエモい写真になっていると思います。カラーで撮っても面白いかもしれないですね。はい、今日の作品紹介のコーナーはここまでになりますね。で、俺のカメラと、やったやっちまったのコーナー、うちの近所のカメラ屋さんコーナーは、お休みになります。またどしどし投稿をお待ちしております。特にうちの近所のカメラ屋さんは、他線の場合ね、まあ、投稿ね、動画で紹介してて許可をいただいて、取材してください。今日の動画はこんな感じになります。ちょっと連続してね、カメラ購入系の動画になりましたけど、まあ、秋が来るかなと思ったけども、購入しちゃったんでしょうがないですよね。で、次の動画は何だったかな。ニコマート EL の作例になっていくか、EOS5QD の作例になっていくか、まあ、どちらかとは思います。作る余裕が、どうかは分かんないんですけどね。でね、このビューティーフレックスにね、撮影済みのね、ネオパン SS が入ってたんですよ。もう何十年前のか分かんないんですけど。で、ベルト式のね、現像タンクの練習にちょうどいいやと思ってね、現像してみようと思ってます。で、面白い写真がもし出てきたらね、僕が撮った写真じゃないけど、でも、まあ、著作権はもうね、このカメラに入れて放出してる段階で、捨ててると思うので、放棄してると思うので、ね、もし面白い写真が出てきて、まあ、人物とか問題が、電話番号とかね、問題があるものが映ってなければ、その動画も公開していくかもしれません。はい。今日の動画はこんな感じになります。まあ、次の動画をお待ちください。高評価、コメント、どしどしお願いします。高評価は本当にポチッと押すだけなんで、ぜひぜひお願いしますね。今すぐ押してください。あと、コメントの方ね、ちょっとさばききれなくなってはおりますが、頑張って全部返信しようと思ってますんで、どんどんね、どんなことを感じたかとかね、そのカメラ欲しいなとか、そういうコメントいただければと思います。あと、チャンネル登録の方ね、今、チャンネル登録、してる人の方が再生回数多いんですけど、まだ 45% ぐらいの人はチャンネル登録してないみたいなんで、ぜひぜひチャンネル登録、あと通知もね、オンにするようにお願いします。私のね、動画がアップされると通知が入るというね、便利な機能になっておりますので、通知をオンにしてお待ちください。はい、それでは、あ、そうだ、月末ライブなんですけれども、一応今週、金曜日の夜に予定しております。ちょっと月曜日は多分できないと思うんでね、金曜日の夜になると思いますんで、ネタはちょっとまだわかんないんですけどね、また、乞うご期待ということでね。はい、今日の動画はここまで、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。